再開していくぜ。さて、ディスティルの城の一番奥に行こうかというところですけれども、もうこれボス戦か。奥へ踏み込もうか、セーブしてあるし。さて、あれ、いいの、ルナちゃんは。ふう、全く待ちくたびれてただよ、レビエル。私の用意したアトラクションはどうだった？少しは楽しんでもらえたかしら。でもまだまだこれから、ようやっと宴も竹縄ってところかしらね。へえ、ようやくやる気になってもらえたかしら。いろいろと小細工を下ろした甲斐があったわね。あんな、レビエル倒しても何にもならないものね。さあな、私にはわからない。この子に及んであなたはまだそんなこと、わからないんだ、リステル。これまで我々は一体幾年の歳月を過ごしてきたのか、それすらも定かでなかったというのに、私にはまるでわからない。何を言ってるの？人。どこにでもいるくだらない存在だとこれまでずっと思っていた。世界、繰り返し続ける日常、ずっと永遠に変わらないものだと思っていた。生命、いずれは散りゆく定め、存在しようとしまいと意味のないものだと思っていた。だから何を言ってるの、あなたは。人間ほど愚かで救いようのない存在などないと思っていた。だが違ったんだ。ずっと愚かで変わらなかったのは私たちの方だった。どうやら本当にどうしようもないぐらいにおかしくなってしまったようね。そうだな、そうなのかもしれない。マクスウェルか。準備は万端、ようやくあなたを殺すことができるの。そうだな、決着はつけねばならんな。おい、あなたが。古くからずっと古くからの約束をと、古の盟約を果たす時がついに来た。リスティル・エヴァ・ミザンツ、貴様の死をもってこの長き戦いに終止符。さて、リステルにとっても、ウナちゃんが使徒になってることは想定外だったっていうことか。その程度では脅威にも値しない。まずは私たちのしもべと踊ってもらいましょうか。その慢心すぐに後悔することになる。絶対の力ね。さーて、どうすっかな。一番巻き込めるのどこだ。ここか。でも手前のゾンビあたりから倒してった方がいいかな。さーて、どうする。メテオドライブ。いいダメージ出るね。さーて、どうする。ブラストタックル。どうしよっかな。ドイツから落とすかな。とりあえず手前のこのマクスウェルから何とか落としていきたい。んーで、あなたはどうしよう。あなたはちょっと薬草でルナちゃんを早めの回復、帰ってくるのが早い。よし、倒した。そんなに強くなかったな。そんなに強くなかったでやんすな、これ。効かない。あん、雑魚を落とさないとダメなのかな、もしかして。通常攻撃でいいか、あなた。ルナまだ回復状態です。黒玉にはやめて、黒玉にはいいダメージ。さて、裁きの翼、ルッパしていこう。一応あなた自分で自分を回復するか。いや、ルナの回復が先だな、これ。よし、一気に。この程度か。いかに数を揃えたところで答えが弱ければ意味がない。全部合わせても先ほどのレイヴンの方がよほど手強かったぞ。そうね、確かにあのレイヴンは予想以上だった。そして彼女のおかげで私はこの力を完成させることができた。始まりはただ死者に寄生し、意のままに動くスレイヴを作り出すだけだった。寄生対象は何も人間だけじゃない。魔獣に寄生させることも成功した。そしてその次は生きた魔獣、さらには生きた人間。自我を崩壊させないように制御するのは骨が折れたわ。でもそれは必要だった。宿主の意志を破壊するようでは私の目的は達せられないのだから。自身にってことかな、リスティル。
自我の強い人間、意志の強い人間が必要だった。マックスウェルの暴虐に耐えられるほど自信ってことではないか。どういうことだ。マックスウェルを自らに寄生させる。やっぱりそういうことか。成功法ではあなたは超えられない。このぐらいの禁じ手は使えないとね。この圧倒的な罠は想像以上だ。この燃え盛る炎のような絶対的な力、これでようやく我が宿願が叶う。長かったわレビエル。どうしたのレビエル、この圧倒的な力の差、戦うのを諦めたのかしら。全ては我が慢心が招いた種か。なれば私が全てを終わらせるのが道理。さてどんぐらいやれんだって。スタンとか効かないんだろうな、どうせ。いけ、あるけど。さてとりあえず安らか。何を食らった今。なんか状態異常になったか。光の剣どんぐらい効くかね。とりあえずクロストレート98ダメージか。いいダメージ持ってるね。それレベル最大ヒットポイントが下がってんな。呪い状態、呪い状態って何です。毒解除、暗闇解除、沈黙解除、麻痺解除、死解除ないな。それで赤つけとくか。早めの回復。クリスクロス。であなたも黄色の薬草でルナを回復しておきましょう。あー持ってかれてもうたー。つけきつけ。いやー黒玉を持ってかれてもうた。こりゃまずい。ヘッドポーションで自分を回復して呪い状態を回復したいんだが、敵が早え。嘘だろ、強っ。嘘でしょ、強い。こりゃまずい。生き返したところで感はあるぞ。これタンマ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 、ほんま。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれるか。スタン状態異常がやべえな、これ。炎結構炎耐性持ってこないとダメ系か、これ。なるほど、やれるところまではやるけど。とはいえ攻めないと。やれる気が全くしてこないが、ベイウィング炎症妨害叩いてからの、ヘッドポーション。うわーはっはっはっは。嘘やろそれ。どんだけ強いんですあなた。間に合わないかこれ。あぶねえ。ディレイかけたところで敵が早い。敵がめっちゃ早いわこれ。とりあえず攻撃しよう。あーホーリークロスやめて。弱点すぎる。付き役が足りない疑惑ある。毎回死ぬ。これ毎回死ぬやつ。ああボルケイノとか炎がマジ強。炎がマジ強です。レッドポーション足りねえなこれ。ベイビング闇はそこまでだが、敵が早いんだなマジで。ギリセーフ。
こりゃまずいぞ。呪いが鬱陶しいねこれね。裁きの翼とりあえず撃つ。 MP がもうないか、微妙か。これはオーガとかどんぐらいのダメージ期待できる。ミス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 。聖属性か、むしろ闇属性が効くやつか。これはその可能性はあるか。後ろが死んでもまずいんだよな。ブレイクでなんとかなるとはいえ、いやー、どんなとこで死んでんだそれ。あー、後ろのやつも持ってかれてまうな。ちょっと待って、配列陣形なんかディフェンダー、ケヤクももうあと2回ですよ。あー、間に合わない。返して間に合わないかな、これ間に合わない気がしてきたな。とりあえずイエローポーションで自身を回復して、あなたもイエローポーションで自身を回復して。呪いか、呪いほんまなんとかしたいわこれ。暗闇だからミスが出やすい。なるほど、とりあえずこれ使おう。よし、回復。暗闇は元に戻った。即死だと、もう付き合くもないんですな、これな。このまま押すしかないが、押せる気がしない。付き合くもなくなりましたよ、これ。契約ももうない。ちょいじめんといて、いじめんといて。ほんまどうするこれどうするこれ。ブラストタックルミスこれはあかんな。なんだ、闇性炎全般的にどれもやばいな。とりあえずやり直すか。さーて、ここまで戻ってきたぞ。レベルは特に上げていなくて、炎耐性をつけてきただけですな。これなんとかなんのかっていう、なんとかなんのかっていうのはちょっとなんとも言えないところではある。グラインド、これ速攻でもう、これあれか、暗闇の状態以上もつけてくるべきだったか。炎耐性つけててもそんだけ食らうんです？おかしないか？おかしないか？痛い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 、死ぬ死ぬ。そうは言うても攻撃しよう。呪い状態。これマジでヒットポイントがやべえんだよな。一旦耐えるか？とりあえず回復したいが、黒玉ちゃんを回復したいが、さてさてさて、とりあえず防御しておいた方がいい気はするな。
ちょっとでもダメージ与えつつ、ああもう黒玉ちゃんハゲを持ってくれるのはありがたいが、回復しつつハゲを取ってもらう的な意味でもとりあえず黒玉にはもうずっと防御してるで16も食らうんです。それ食らいすぎちゃいますか。闇は効かない。0000防御してたらめちゃくちゃあれだな。今範囲したのに微妙にこのずれることによって範囲が効かなくなるの鬱陶しいのはマジで。つけてきてんだけどな、これな、この体勢な。またこれ呪われた。防御しといてレビルさん。さーて二人の剣攻め、ナイスミス。防御してりゃ勝てえな。いざよいざ逃げ。これでも150だもんな。さーてどうする。早めの回復。痛いけどなんとかなる。ルナちゃんが死にそう。惜しげもなくここは火付け薬の方がなくなりそうだからきっと回復しよう。暗闇だったか。ナイスカウント。今のは物理攻撃なのかな。暗闇状態ですか。魔法もミスるんだっけか。ああ魔法ミスんのか。暗闇直さないとダメだなこれな。呪われた。防御体の防御。正常に戻りましたよ。スタン。あなたはどうしようかな。エアスラッシュ。黒玉ちゃん死んじゃうかも。黒玉ちゃん死んでまうかもしれんな。これ回復ついてんだな。でもな、レビエルも早めの回復投げて。ちょっと魔法つないでるの怖いね。攻撃しとこうか。ここ000いいよ。黒玉を生き残したままクリアするのは無理か。ミスー。黒玉持ってかれてもうたわ。しゃあない。一応あれなんだよな、光耐性もつけてきてんだけどな。技構成ちょっと待って、なんかハイブラスト入れるか。ハイブラストとトーガの代わりにあとなんか入れるのは物理系でシャドウリッパーとか入れとくか。溜まってないんですな。素直に回復するか。
うなちゃんが死にそう。いや、そらシュー、ミスミス、あー暗闇だった、また呪われた。この体勢のおかげで結構なんとかなんな。暗闇消えてるな。よし、まだ防御していいよ。防御してるルナの方がレビエルよりダメージ受けるってどういうことなの本当に。あ、やっぱルナさんやばい。単沈黙、なかなか厄介なことしてくる。とりあえず暗闇を直してあげて。あなたは回復、うわ呪われた、防御、防御してれば全然痛くない。暗闇だったか。意外とでもすぐ治るんだよな暗闇ってな。よし正常になった。暗闇状態、そこそこいいダメージ出せるね。まだ暗闇治らないのあなた。そしたらルナにも早く投げられるか。ふう、投げたけどこれ間に合うか。間に合わないのね。そしてまた呪われてしまう。痛い痛いけど防御してるおかげで結構なんとかなるな。やば、ルナ持ってかれるか。あぶねえ、いや持ってかれた。ここで初めての死者。さっきよりはだいぶ戦えてはいるが、初見でこれ体勢気づけなかったらさ、戦いようがない感あるよ。今が攻め時、今が攻め時だが、はしっかり回して栄翔を止める。よしナイスブレイク、勢い残悔がまた回ってきましたよ。よしよしよし、さてまた防御してくるよ。そんなに強くねえな。あーレッドアイさんが持ってかれてまうかも。アドーリパーディレイかけたのに、それカイクシャルか。エアスラッシュ、はあはあ、これはまずい。呪われた。しっかり防御して自動回復で結構間に合うところあるからな。
よしよし、痛くない。このまま攻めるぞ。これが結構痛いんだな、マジで。よーし、帰ってきました。最後の1個はクリティカルになってくれたら美味しいんだけど。よし、処方がいい。ナイス。あー、ちょっとあなたは呪われてる。防御をして、防御してても結構いいダメージ食らうね、それね。暗闇になってる。ウンダーバー回復しよう。一旦通常攻撃で突破を。あー、ミスミス。まだ防御した方がマシだった感ある。暗闇は何ターンぐらい、結構長い間それ暗闇ですね。無ミスミス。本当に同じ鉄を組む。防御した方がまだマシだったという。一旦体勢を立て直そう。よし、戻った。ルナちゃんはまだ戻ってない。いやー、前衛二人呪われるってどういうことなんだ本当に。それやめてちょ、やめてちょ、やめてちょ。さて、ルナちゃん帰ってきましたよ。 MP がちょっと足りない疑惑あるから、こっちへ回復しようか。なんとかやれる。さっきの絶望さ加減はない。ポイントどんだけあんだマジで。お前、暗闇ですね、あなたね。暗闇でございますな。ちょっとこいつに投げとくか。肉壁としての役割あるからな。タゲを一ターンでも取ってくれたら行動解除。後ろに呪いが来る分には全然 OK。 炎症解除、ナイス。そろそろエナの MP が心もとなくなってくる。使った方がいいかな、あの必殺。ああ、もう使った方がいいな、これ。敵の行動の方が早そうだな。死ぬか、死んでしまうか。イエローポーションにするなを回復しよう。そういう時にかけてレビエルに来る。これ使おう。メテオドライブ。通常攻撃もまだマシか。なに、おーほーほーい。そこまで痛くねえ。やばそうな攻撃してきたな。コードパターンが変わったか、もしくは一定のとこまで行った感あるか。ちょっとどうしようかな。ザイオイザンでも帰ってきましたよ。いいね、150。フローストイッチ。ルナは治癒がついてるからなんとかなるじゃろ。2人の剣。エアストラッシュ。風合い呪われた。ナイス。
愛さん完全にお荷物になってるけどいいのよ。やば、ルナちゃんが持ってかれてまうか。回復すか。ギリギリ間に合ったか。ギリギリ間に合った。いやー暗闇マジで鬱陶しいね。一旦防御で忍ぶ。あなたで回復するか。あぶねー、正常に戻った。クロステージ、お倒したか。いやーなんとかなったな。これさて終わりだ、リスティル。黎明の時より続くこの戦いも、お前の物語もすべて。さよならだ。あん？意志などないはずだ。ルナちゃん？我が命に忠実に従う、忠実なる奴隷、我に贖うことなどできないはずだ。絶対たる闇の呪縛、逃れる術も、打ち払う力も貴様にはないはずだ。なのになぜ、なぜ貴様は自分の意志で立っていられる。ダメです。ルナちゃん、こんな悲しいことは絶対にダメです。未だに、私にはわからない。お前が何のために私をかばったのか。自らの死をもってしてお前が私に何を伝えたかったのか。私にできることは、この長きにわたる戦いを終わらせること。これで終わるんだ。ようやく全てが終わるんだ。今一度命ずる。そこをのけ。どけません。お前を殺したのもお前をがかばうというのか。お前を殺したものをお前がかばうというのか。なぜ。それでも私は、レビエルさんが誰かを殺すところなんて見たくありません。誰ごとは貴様は何も分かっていない。我らの業にそんな生優しい感情などは通じりはしない。どちらかが死ぬまでこの煉獄は終わらない。決してそんなことはありません。どうしてレビエルさんはいつもそうやって何でもかんでも決めつけるんですか。殺し合うしか方法がないなんて、そんなものが定めだなんて、そんな悲しいのが運命だなんて、私は納得できません。人間の分際で我らの戦いを汚すというの。誰かを守ること、誰かの死を阻むこと、それが戦いを汚すことだというのなら、私はいくらでも怪我しましょう。戦士の名誉に泥を塗った誇りも私が受け入れましょう。それでも私は、私の目の前で誰かが傷つき死んでいく姿を見たくありません。私の負けなのかもしれないな。私は彼女ごとお前を切り伏せられる自信がない。確かにお前の言う通り私はおかしくなってしまったが、名役守ることができなくてすまない。だが私でよければお前の望む時にいつでも相手をしてやろう。覚えてる、私が一番辛かった時、リステル、お前だけが私を理解して相手をしてくれた。どちらかが死ぬまでその迷惑はまあ守れないが、それでも今度は私がいくらでもお前の相手をしてやるさ。それで少しでもお前の渇きが癒えるというならばな。そんな奇弁で私が納得すると思っている。でも今回は完全に私の負け。この場はおとなしく勝者に従いましょう。勘違いしないでレビエル、いつかきっと必ずあなたを殺してあげるわ。さあどうだろうな。私もそう簡単に死ねなくなってしまったからな。またいつか今見ましょう。我々の時間は永遠なのだから。この後どうすんだ。これで終わりか。どうした、行くぞルナ。ルナは完全にあれか、人格が戻ってる感じか。
どうした？どうしてここへ？どこへ向かっていると思ったんだ？ここはそうお前の村だろう。でも私はもう人間じゃ。ヴァンパイアも人も変わりはない。そう教えてくれたのはお前ではなかったのか？ヴァンパイアがなぜ他者の血を吸うか知っているか？ヴァンパイアは非常に不安定な存在だ。生命活動は停止しているにもかかわらず、その肉体は決して朽ちることがない。神を冒涜する者、そう呼ぶ者もいる。摂理にあがなうにはそれなりの代償がいる。それが血ですか？そうだ、ヴァンパイアは己の存在を保つために他者の血を必要とする。不安定な自己を安定させるために、絶えず生きている者の情報を取り込み続ける必要があるんだ。だがそれは力の弱いヴァンパイアの話。真祖の直系たるお前の魔力は他に類を見ないほど限りなく強力だ。そして今のお前ほど自我を確立しているならば、肉体マナの劣化もほとんどないだろう。血を吸わずとも普通に生活できる。日の光もお前ならば致命とはなり得ない。そう、今までと変わらずに全く同じ生活ができるんだ。リベルさん優しい顔すんな。私は一度死んで、でもレビエルさんに助けられて、だけどなんだか体は動くのに意志は深くに沈んでいて、レビエルさんがリステルさんと戦っている時になんだかすごく胸が熱くなってきて、私の意志が戻って、それでもやっぱり私は人間じゃないんだって、もう元には村には戻れないって自分に言い聞かせて。私は村に戻って、また元の生活に戻っていいんですか？それを決めるのは私ではない。答えは自分で出す。そう教えてくれたのもお前だったな。レビエルさんはどうすんだい？この後また30年後に迎えに来ようと思ってる。30年後。私は長きにわたる生をこれまで全く無意に過ごしてきた。一人で勝手に絶望して何も見ていなかった。だから今度はよく見てみようと思う。また世界をめぐり、いろいろなものを見て回ろうと思う。やっぱりレビエルさんは私の思った通りの人でした。レビエルでいい。さんなどいらない。カオスもリステルと、リステルも私と親しい者はそう呼んでいる。出発は明日でも、もう少しだけこの村でゆっくりしてもらってもいいですよね。そうだな。すぐに去るには少し名残惜しい。戦いの疲れもある。今日一日はゆっくりさせてもらおう。エンディング入る感じかこれ。一週間か。すげえ濃い一週間だったなそれ。こんな不思議な気分は初めてだな。本当に初めてだ。こんなにも落ち着いた気分は。ちゅうところで、ルナちゃんが自我を取り戻しましたな。これ、この後の展開どうなんだマジで。というところで、また、次のパートでお会いしましょう。またねー。